タディオ復讐代行の二人は NHK 総合及び NHKBS4K のドラマ10枠で2020年10月9日から11月20日まで毎週金曜日の22時22時45分に放送された日本のテレビドラマ全7回元弁護士の女性と男性詐欺師が手を組み悪事を働きつつも罰せられず平然と生きる卑劣な悪人たちに 被害者に代わって執行する復讐劇を一話完結で描く。牧田孝治作、木村久志演出によるオリジナルドラマ。主演は浜辺美波と岡田正樹。タイトルのタリオとは動画報復のこと。12年前、厳格な弁護士であった白沢正宏は巨額の投資詐欺を働いた。立花の道像に詐欺の黒幕であると証言されたために、 警察から詐欺事件の容疑者とされるが、無実を訴えることなく失踪し、当時8歳であった、正弘の一人娘、白沢真実は、父と生き別れとなる。そして残された真実の唯一の肉親であった母が、振動がたたり亡くなってしまったことから、親戚の家に引き取られる。詐欺事件の容疑者である父を、大刑事。 山口から父親と同じ嘘つきの目をしていると言われた真実は、父と同じ目をした自分が正義の戦士でなければ父も悪人になってしまうという思いから正義のために戦う人間になろうと決意し、中学生の頃に知った司法試験予備試験制度によって若干20歳で弁護士となり大手法律事務所に勤務する。しかし、 法律の知識こそ確かだが世間知らずで頭が固く思うように仕事を得られずにいた。そんなある日、真実は先輩弁護士が持て余していた依頼人、綿貫エリコの案件を担当することとなる。大手ゼネコン財源建設の御蔵氏、財津広樹から性被害を受けたエリ氏は金と権力により事実を歪曲され裁判で敗訴しなきね入りを強いられており、 ゴを煮やしたエリ氏は、ネット上で見つけた、怪しい、復讐代行受けを異業の男に復讐を依頼するが、手付金を支払い後も復讐が実行される気配が、ないらしい。それを詐欺と確信した真実は、エリ氏にその男、黒岩健介をおびき出させ接触を図り、エリコから騙し取った手付金10万円を回収する、ことに成功するが、同時に敗訴した、裁判の内容を不審に感じ、 財津の身辺調査をしていたことで、財津の子飼の弁護士の策略にはまり、真実は弁護士資格を剥奪され、弁護士として合法的に、財津を訴える術を失ってしまう。そんな真実に、黒岩が一緒に、財津を懲らしめないかと提案したことから、真実は正義を貫きえりこの胸を晴らすため、手を組むのではなく黒岩を利用するという建前で二人で、財津に対し復讐を仕掛ける。 1> 第1話第2話第3話、第4話第5話第6話最終話。ありがとうございます。